ようこそアメージングジャパンへ。パーソナリティのエディです。運航時刻の正確さや安全性の高さが世界的に評価されている日本の鉄道、その技術への信頼から日本の鉄道車両は数多くの国々に導入され、今もいろいろな場所を走り続けています。今回ご紹介するのは、そんな日本の電車が導入されたイギリスが舞台のお話です。主人公はイギリスに住む一人の少年。おとなしく真面目に学校生活を送っていた彼の密かな趣味は鉄道車両の撮影や電車での小旅行でした。そんな彼がいつものように電車に乗り込み小旅行を楽しんでいたところ、突然歴史的な大寒波に襲われてしまい、一体彼はどうなってしまうのでしょうか。それでは早速本編へ行ってみましょう。僕の名前はレオ。イギリスのアシュフォードに住む17歳の高校生だ。学校での成績は中の上ってところ。スポーツはあまり得意じゃないかな。友達は数人、よく一緒にランチを食べたりしてる。休みの日にまで会おうって感じではないかな。ガールフレンドはもちろんいない。それどころか女の子と話すのはあまり得意じゃない。お分かりの通り、僕は地味で暗い学生生活を淡々と真面目に過ごしているんだ。そんな僕にも心躍る瞬間があるんだ。それは電車だ。僕は小さい時から鉄道車両が大好きだった。見た目がかっこよくて、スピードも速くて、すごくロマンにあふれていると思う。17歳になった今でも僕は電車が大好きなんだ。お気に入りの車両の写真を撮ったり、電車に乗ってふらりと遠くへ出かける時なんかは生きてるって感じがする。友達はみんなロックが好きだったり、ダーツをしてたり、なんか大人な趣味を楽しんでるから、電車が好きだなんて少し恥ずかしくて言い出せないんだけど、だけどイギリスの電車ってすごくおしゃれでかっこいいんだ。ネイビーを基調にした車体や、前面にイエローのデザインが施された車体、シンプルながらイギリスらしさを取り入れたデザインがすごく魅力的だと思う。駅そのものがおしゃれな場所もたくさんあるよ。例えばキングスクロス駅は、あの世界的に有名な映画であるハリーポッターの撮影現場となった駅で、舞台となった場所は今でも観光名所としてファンが訪れに来る。それにイギリスってあちこちに観光地があるような国だから、国土全体に鉄道網が張り巡らされているんだ。それらのすべてを管理しているのがナショナルレイルっていう国鉄。ナショナルレイルの傘下には約20種類以上の子会社が存在しているんだ。イギリス国内でさまざまな電車が走っているのは、鉄道会社の種類がとにかく多いからだね。観光目的で訪れた人がよく駅で迷子になっている原因としても知られているよ。こんな感じで電車が生きがいな僕だけど、先日とあるニュースを耳にしたんだ。それは日本の鉄道車両がイギリスに導入されるってこと。正直とても驚いたよ。イギリスは鉄道技術が発達しているから、今さら他の国が開発した車両を導入する必要なんてないと思っていたから。たまにストライキが起きたりするけどね。それに調べたけど、日本の車両をイギリスに導入するのって今回が初めてみたいだね。日本の鉄道技術ってすごく正確で安全みたいだけど、勝手なイメージだけど、どの車両も決まってシルバーで鉄っぽい味気ないデザインというか、イギリスの電車のような洗練されたおしゃれなデザインの車両って少ないと感じたんだ。だからもし日本の車両がイギリスで運用されるようになったら、駅構内の雰囲気も少し変わってしまうんじゃないかなって不安に感じたりしてた。結局僕は日本からの車両が導入された後も進んで見に行こうとは思えなかったんだよね。それからしばらく経ったある日のこと、僕は長期休みを利用してユーロスターに乗って一人でふらりと小旅行をしていたんだ。ユーロスターはイギリスのロンドンとフランスのパリやリール、それからベルギーのブリュッセルを結んでいる長距離国際列車のこと。この日の僕はフランスのパリを目指してユーロスターに乗っていた。
列車での長距離移動は久々だったからすごく胸が躍ったよ。天気が悪いこともちっとも気にならないくらいすごく楽しかったんだ。しばらく乗っていると突然列車が停止してしまった。停車駅でもないのに一体なんだと僕も周りの人たちも混乱したよ。駅員さんの話によると、どうやらヨーロッパに到来していた歴史的な大寒波の影響で列車の電気回路が故障してしまったらしい。トンネル内外の寒暖差により結露が発生してしまったとかなんとか。トンネルの位置は周りの駅からも遠くて相変わらず天気は悪いままだった。先ほど言った通り、僕は一人で乗車していたし頼れる人もいなくて、列車が再び動き出す気配なんてあるはずもなく、本当に不安だった。これからどうなるのか、助けはいつ来るのか、思わず涙が浮かんだよ。そんな時、再び駅員さんが訪れて僕らに言ったんだ。救助の車両が来ましたって。すごく安心したよ。それと同時に不思議だった。ユーロスターが故障してしまうほどの寒波の中、一体どんな車両がここまでたどり着けたんだろうって。だから救助車両に乗り込む前に駅員さんに聞いたんだ。そうしたら駅員さんは、最近導入された日本の車両だよって答えたんだ。話によると救助車両は他にも来ていたみたいなんだけど、どの車両も軒並み故障してしまって、トンネル内には最大6本の電車がその場でストップしていたんだって。そんな状況の中、何食わぬ顔で走行していた車両こそ日本のジャベリンことクラス395だったんだ。あの出来事以降、僕はジャベリンが気になって仕方がなくなってしまった。幸いにも僕が住んでいるアシュフォードからジャベリンに乗車することができるみたいだから、僕はジャベリンを利用してみることにした。救助された時は必死だったし、なんせ大寒波の影響で視界が悪かったからジャベリンの車体を見る余裕なんてなかったんだけど、改めて見るとすごく好みなデザインだった。日本の新幹線のようなフォルムをしていると聞いていたから、きっと白くて単調なデザインなんだろうって思っていたんだけど、実際はイギリスを走っている他の電車と遜色ないようなネイビーを基調としたすごくおしゃれなデザインだった。シンプルだけど遊び心のある色合いで駅の雰囲気にもすごくマッチしていたよ。車体をじっくりと観察したところで車内へと足を運ぶ。改めて乗ってみると、内装は清潔感あふれる落ち着いた雰囲気のデザインだった。日本の車両って聞いていたから日本式の内装になっているものだと思い込んでいたんだけど、調べてみたらイギリスのデザイン会社が主導となって内装デザインを行ったんだって。道理で落ち着くわけだ。発車時刻になるとジャベリンは動き出した。話によるとジャベリンは運行開始から1ヶ月の間 99% の定刻率を達成して、その数字は通常運行を続けている今もあまり変わってないんだって。日本の鉄道は信頼が置けるとは聞いたことがあるけれど、まさかこれほどとは。もちろん運営しているのはイギリスの鉄道会社だし、利用者はイギリス人がほとんどだろうから日本の鉄道事情とは少し違うところもあるだろうけど、それでも設計がきちんとしているからトラブルが起きることなく帝国での発信がかなっているってことだろう。走りも静かで滑らかだし、やっぱり日本の鉄道技術は目を見張るものがあると思ったよ。そんなことを考えながらぼんやりと窓の外を眺めていると、次は終点ロンドンですってアナウンスが流れた。すごく驚いたよ。だってこの時まだ40分弱しか電車に乗っていなかったからね。後で調べたことなんだけど、どうやらジャベリンはこれまで在来線で80分かかっていたアンシュフォードロンドン間の所要時間を37分にまで短縮することに成功したみたい。そんなことってありえるのか。すごすぎるだろ日本の鉄道技術。ロンドンに着くと僕は一目散に先頭車両に向かって走った。この時にはもうすっかりジャベリンに夢中になっていたから写真をたくさん撮りたかったんだ。無我夢中で何枚も写真を撮影していると、後ろから声をかけられた。すみません、
私もそこで撮影したくて。いいですか？振り向くと、そこにいたのは僕と同じくらいの年頃のすごく可愛い女の子だった。突然のことに僕は少し声を詰まらせながら返事をした。もちろん。もしかして君もこの電車が好きなの？彼女は笑顔で答えてくれた。ええ、すごくかっこいい車両ですよね。いつも帝国発車で信頼できるし。もしかしてあなたも電車が好きなんですか？カメラから目を離した彼女がすごく可愛くて、また僕はドギマギした態度をとってしまった。うん、実はそうなんだ。もしよければこの後お茶とかどう？彼女は再びとびきりの笑顔を見せてくれた。もちろん、私も誰かと電車について語り合いたいと思っていたの。これまで僕はイギリスの電車にしか興味がなかったんだけど、あの大寒波の日の出来事以降、日本の鉄道についてもすごく興味深いと感じるようになったんだ。改めて日本の鉄道技術の高さは世界最高峰だと実感したよ。正確さやスピードの速さ、それに安全性の高さ、どれをとっても超一級だ。それに導入される国に合わせてデザインするだなんて、おもてなしの心も素晴らしいよね。ジャベリンは全車両2023年にリニューアルが行われるらしい。リニューアルされる部分として LED 照明化、座席およびカーペットの更新、充電用 USB ポートを各座席に配置、バリアフリー性を高めた座席配置への変更といったリニューアルが実施されるみたいなんだ。現行のジャベリンも十分に素晴らしいのに、さらなる進化を遂げるなんて考えられないよ。イギリスでジャベリンが深く愛されているから、リニューアルが実施されることが決定したんだね。僕は日本の鉄道が大好き。それからあの日の出会い以降、僕と彼女はデートをする仲になった。今はまだ友達同士だけどね。いつか彼女と日本に旅行に行きたいねって話してるんだ。新幹線や電車にたくさん乗ってみたい。その夢が叶うまではイギリス国内で活躍する日本の車両を応援していこうと思うよ。日本の鉄道技術は世界一だ。以上がレオくんの体験談でした。イギリスに住んでいる彼は、未曾有の大寒波が巻き起こしたピンチを日本の鉄道車両が救ったことで、日本の鉄道技術に強い興味を持つようになったようです。彼は日本の鉄道技術に深く関心していましたが、海外に住む他の人々は日本の鉄道についてどのようなイメージを抱いているのでしょうか。外国の人々が日本の新幹線技術について語り合うスレッドが大変盛り上がっていたため、ここではその一部を紹介しようと思います。ここでは世界のネットユーザーによるコメントの一部をご紹介いたします。この技術は衝撃的だ。 LA にもこんな列車があればいいのに。あと200年は無理か。その正確さ、スピード、そして乗り心地、称賛に値する。日本ありがとう。新幹線は世界で最も進んだ高速鉄道システムだ。そして世界で最も安全な列車だ。アメリカアムトラックの旧式列車に比べたら、日本の新幹線は稲妻並みだわ。新幹線に乗った後でアムトラックに乗ると、まるで車輪のついたカタツムリに乗っているような気がする。ラッキーなことに博多を11時5分に出発する500系を見た。同じ日に僕は生まれて初めて新幹線に乗った。時代を超えたデザインだったよ。あの日のことは絶対忘れない。日本で新幹線に乗ったり、プラットフォームに立って新幹線が通り過ぎるのを見るとき、これがあるべき21世紀の姿だと心から感じる。以上が外国人から寄せられたコメントです。やはり海外の人々は日本の鉄道技術の高さに深く関心しているようです。私たち日本人にとっては今の日本の鉄道事情は当たり前のものですが、外国に住む人々にとって日本の鉄道技術はとても発展したものであるのでしょう。特にその代表格である新幹線は、
速さと安全性の高さが評価されているようです。鉄道は日本を訪れた人々にとってただの交通手段としてだけではなく、観光の目的としても支持されているようですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。